はい、本日はですね、こちらのテバのサンダルとノースフェイスのサンダルを比較していきたいなというふうに思います。でですね、まあパッと見てもらったら多分ほぼほぼ見た目は同じな感じになってて、若干値段が違うかったりはするんですけど、まあほぼほぼ似たような感じだから、どっち買おうかなって迷ってはる方もいらっしゃると思うので、まあそういう方の参考になればいいかなというふうに思って、実際僕が着用してみて、あ、こういう人にはこっちが合ってるし、こういう人にはこっちが合ってるなっていうお話をしていきたいなというふうに思いますので、まあ、僕の個人的な意見というよりかは、一般的に見て、まあどっちの方が向いてるんかっていうのを参考にしてもらえばなというふうに思うんですが、まず早速今日の話の流れとしてはですね、まずどういう方がノースフェイスのサンダルが似合うのか、そしてどういう方がテバのサンダルが似合うのかをもう先に言って、でその次に特徴に行きたいなと思います。特徴、例えば履き心地とかホールド感とか、あのソールのグリップ感とか、まあ、そういうところのお話をしていって、でその後まとめとして、だからノースフェイスはこんな人が向いてます、でテバはこんな人が向いてますというところのお話にしたいなというふうに思いますので、まあ、これから夏に向けてサンダル迷われてる方もいらっしゃると思うので、まあ、これを見ていただいて買い物を失敗する確率をちょっとでも下げてもらえればいいかなというふうに思いますので、まあ、早速お話していくんですが、このノースフェイスのサンダル、正式名称がウルトラステリータムプロというやつなんですけど、このサンダルはですね、どういう方がおすすめかというと、とにかく素足のような感覚で履きたいっていう方にはこのノースフェイスのウルトラステリータムプロが向いてるっていうことになってて、逆に次こっちのテバの方のサンダルの向いてる方っていうのはですね、がっつりスニーカーみたいな感じで足をサポートしてくれるサンダルはこっちの方が向いてるっていうことになってるので、まあ、その辺の詳細とかを特徴で見ていきたいなというふうに思います。では順番は履き心地、ホールド感、脱ぎ剥ぎのしやすさ、靴ずれという順番でお話していきたいなと思います。まあ、まずですね、こちら履き心地っていうところになるんですけど、まあ見てもらったらほぼほぼ一緒やんけっていう感じだと思うんですが、これあの面白いもんで重さもほとんど変わらないんですよね。テバの方のサンダルが310なんぼとかで、こっちのあのノースフェイスの方も310なんぼで2グラムぐらいしか変わらないので、ほぼほぼ見た目も一緒やし重さも一緒っていうことになってるんですけど、履き心地はやっぱりちょっと違うってことで、まあ、結果から言うとノースフェイスの方が履き心地はいいんですよね。でこれはなんでかっていうと、まあ、単純にノースフェイスのテクノロジーがこのソールには詰まってるっていうことなので、まあ、履き心地がいいということになってるんですけども、まあ、こっちのテバの方がじゃあそんな悪いんかって言われたらそんな悪くはなくて、あのまあコンバースとかバンズよりは全然いいんですよね。だからもうその段階で結構十分じゃ十分なんですけど、それよりもさらにこう歩き心地というか素足感があるというか、走りやすいというか、まあ、歩きやすいというか、なんというか、まあ、そういうのはちょっとノースフェイスの方が、まあ、ソールは凝ってあるんで、履き心地、歩き心地はまあこっちの方がいいかなという感じは思います。まあ、ちなみにアウトソールがですね、ビブラムソールというソールを使ってて、イタリアのブランドであの登山とかによく使われるソールになってるので、例えば雨の日とかやったらキュッてこう止まったりしやすいですし、あとそれこそ滑りにくいような場所に行ってもこのソールやったらあんまり滑らへんというような感じになってたりするので、まあ、そういうところまでこだわっていたりとか、あとここのかかとのところにもですね、もう一個層があってですね、結局アウトソール、ミッドソール、インソールって3層あるんですけど、この真ん中のソールのおかげでかかとの重心を安定させたりする効果があったりするってことで、結構いろんなテクノロジーというかそんなのが詰まってるので、まあ、私服で求めてる方にはもう歩き心地としては申し分ないんじゃないかなというふうに思います。まあテバの方でも全然申し分ないのは申し分ないんですけど、やっぱりそこら辺はノースフェイスが本気でテクノロジー詰め込んでるなっていう感じはあるんですけど、まあ、 あの偉そうに誰やねんっていう感じなんですけど、まあそんな感じになってるので、まあ、結構履き心地はいいんじゃないかなと、履き心地というか歩き心地ですねはいいかなというふうに思います。で次にホールド感っていうところなんですけど、ホールド感って要はこのスポーツサンダルの醍醐味だと思うんですよね。こう足を入れて、普通の鼻緒のサンダルやったらパカパカするし、スライド式のサンダルもパカパカするけど、このスポーツサンダルはやっぱり足元をギュッて縛ってくれるからホールド感があるっていうことやと思うんですけど、まあそれも結果から先に言うと、やっぱりテバの方がホールド感は若干あるということになってて、これは多分形状の問題だと思うんですけど、これパッて見てもらったら、まず足の指のところにベルクロ、こういうベルトで止めるような仕様になってるっていうのは、このテバのやつもノースフェイスのやつも同じような作りになってて、でなおかつここの三角のストラップのところも同じような作りになってるんですけど、ちょっと上上がっていくと、この足首のところっていうのがテバの方に関してはしっかり前も後ろも覆われてるんですけど、ノースフェイスの方は後ろはしっかりこれ止めてくれるんですけど、前の方がこうロックしてくれるような紐がないので、がっちり足元を固定したくてサンダルを履きたいっていう人は多分こっちのテバの方ががっつり足元が固定できるので、僕も今まで使ってて、このサンダルやったらちょっと走ったりしてもあんま足が遊ばないんですよね。ただこのノースフェイスの方のサンダルは後ろにはそんな行かないんですけど、前の留め具がないので結構走ったりとか歩いてたりするとちょっと遊ぶんですよね。だからまあそういうところが素足のような歩き心地っていうところにつながってるんですけど、あんまり固定されてない、悪く言えば結構遊ぶという感じになってるので、まあ、この辺はちょっと好みが出るかなと思うんですけども、ホールド感だけで言うとちょっと手羽の方が上かな
なという感じにはなってますね。で次がですね、脱ぎはぎのしやすさっていうことなんですけども、両方ともついこの間洗濯して出来上がったばっかりっていう状態になってるんですけど、こうやって洗濯した後ってやっぱペタンってなりやすいかなと思うんですけど、それでもこのテバの方のサンダルってやっぱ立体感あるんですよね。紐がちゃんと浮いてるというか、まあその分紐が硬いんですけど、しっかり浮いてるような感じで、で対してこっちのノースフェイスの方はですね、こうやっぱペタンとなってて、生地自体がこれポリエステルっていう生地を使っててですね、もう生地感がそもそも違うんですよ。見た感じのパッと見は似てる紐なんですけど、もう生地感が全然違うくて、こっちは硬い、テバの方は硬い感じで、ノースフェイスの方は柔らかいからこうペタンってなっちゃうので、足を入れる時にやっぱり立体になってる方が足は入れやすくて、まあ、スニーカーもそうじゃないですか。ペタペタのスニーカーっていちいちこのタンのとこ持ち上げて足入れやなあかんけど、ちゃんと立体的になってるスニーカー、例えばなんかエアーマックスとかもそうやと思うんですけど、エアーマックスとかってペタペタならないじゃないですか。あんなんて足入れやすいけど、例えばコンバースとかやったらペタペタなってたりしたらめっちゃ足入れにくいってあるじゃないですか。そんな感じでこのテバの方は結構立体的やから足入れたりとか脱いだりしやすいんですけど、こっちのノースフェイスの方は一回一回ここをピュッて持ってあげて足を入れる、で入れるっていうことになってて、まあ動作が2段階あるというか、この1回上げてあげるっていう動作があるので、まあ手間の方に関してはそういう動作がないので、そのままスポンって入れれるっちゃ入れれるので、まあこの辺の脱ぎやはぎのしやすさもちょっと手間の方が若干しやすいんじゃないかなというふうには思います。で次がですね、靴ずれっていうところになってるんですけど、まあ靴ずれが結構このスポーツサンダルでは注目のところかなというふうには思うんですけども、靴ずれはですね、これまあ前は同じような仕様になってて三角のストラップがあるっていう話はしたんですけども、ここに関しては結構足の形って個人差があるので、それによっては靴ずれするせえへんってあるんですが、僕の足の形はこのノースフェイスの方が靴ずれして、手羽の方はしないっていうことになってて、僕の視聴者の方で以前コメントいただいた方は、僕がノースフェイスの方で靴ずれしたっていう動画見た上で購入したけど、僕はしませんでしたって言ってはったんで、ほんま人によると思うので一概には言えないんですけども、テバの方の三角のストラップの方がちょっと上にあるんですよね。でノースフェイスのこの三角の方がちょっと小指に当たるような感じになってるので、まあ、なのでノースフェイスのやつの方がより指に当たりやすいというか、だからこっちで当たらへんかって靴ずれせいにやったらこっちもそれは当たらんやろなっていう感じなんですけど、形状は似てても若干当たる部分が違うというかっていうのが、まあちょっとこの小指の三角のところになっているので、ここはちょっと靴ずれしやすいポイントじゃないかなというふうには思います。でちなみにこのかかとのところとかはですね、この手羽の方はこうクッションが若干入ってるんですよね。なのであんま靴ずれしないような仕組みになってたり、ノースフェイスの方もこれはなんか当て布みたいなのがしてあるんで靴ずれしないような仕様にはなってるんですけど、こっちのクッションに関してはちょっとやっぱり手羽の方がクッション性があるので靴ずれはしにくいんじゃないかなというふうには思います。というのがまあ以上の特徴になってて、おすすめの方をもう一回おさらいしていくと、素肌のような履き心地がノースフェイスの方は求められてるっていうことで、歩き心地もいいし、なおかつ足も多少はこう緩みというか、いくらギュッて締めててもちょっと遊ぶので、まあ、締め付けられるのが嫌な方とかは結構素足感に近いと思うので、こういうこっちの方がいいんじゃないかなというふうには思うんですけども、まあ、よりホールド感になるというかスニーカーみたいな感覚で履きたい方とかは、まあ、こっちの手羽の方がしっかり足首を止めてくれたりとか、全然遊ぶ要素っていうのがないので、多少走ったりしても全然揺れませんし、でなおかつ脱ぎ履きとかもしやすいので、まあ、歩く時とか、まあ、それこそ小走りする時とかにちゃんと固定されときたいっていう方は多分こっちっていう感じになってるので、まあ、以上の特徴っていうのが多分選ぶ際のポイントにはなってくるかなと思うんですけど、値段がですね、この手羽の方が8000円か9000円ぐらいっていうことになってて、ノースフェイスは1万3000円4000円5000円ぐらいなんで、だいたい 1.5 倍ぐらいの値段の違いにはなってるんですけども、まあ、あとはこれソールの違いになってるんかなと、まあ個人的には思うので、より歩き心地とかグリップ性とかを求めはる方とかやったらこっちのノースフェイスの方かなとは思うんですけど、まあ普通にバンズとかコンバースレベルの歩き心地があるんやったら全然これでいいやんっていう方は手羽で全然問題ないかなというふうに思いますので、まああとは何を求めてるかっていうところが大事になってくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあその辺を見ながら購入するのがいいんかなと思います。もちろん用途としてはほぼほぼ一緒なんで、水場でも使えるし、それこそバーベキューとかキャンプとかアウトドアとかでも使えて、濡れても全然問題ないっていうのが両方になっているので、あとは値段が 1.5 倍違うのはそういう細かい部分が若干違うので、まあ、値段が違うんじゃないかなというのが僕が着用していった感想ということになっております。で、まあ、僕が個人的にどっちがいいかっていうのはもう散々動画で言ってるのでここでは言わないんですけども、まあ、微妙やなと思ってる方に関しては処分する予定になってますので、まあ、どっちを処分するかはよく見ていただいてる方は分かると思うんですけど、まあ、処分していくんじゃないかなというふうに思います。はい、ということになってますので、まあ、本日はですね、ノースフェイスのサンダルとテバのサンダルを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。